はい、本日は時事のコーナーというわけでですね、月も改まりまして8月となりましたが、はい、実はですね、障害者施設殺傷事件がありましたね。こちらがね、その占いで的中してしまった件について今日はお話ししたいなと思うんですけれども、はいはい、まあ直接こういうことがあるってビシッと当てたというよりはね、先月の放送の中で、まずその前にね、はい、なんかそのバラバラ事件だとか、うん、ちょっとね、猟奇的な事件が続くよねっていう話をしていて、そうね、で6月とか7月のこうね、なんか世間の運を見てたら、まだまだ7月もこれは収まりそうもなくて、はい、続きそうですねという、ね、そういう言い方でしたので、はい、まあ確かにちょっと猟奇的な事件であるということで、まあ残念ながらね、起こってしまいましたと、はい、ということなんですけども ね、 ねえ、ありましたけれども、そこでね、もう8月入りましたけれども、8月はね、どんな月になりそうかというのをね、先生にちょっと、なんか久しぶりに世間予報が復活したみたいな、はい、みたいな感じ、形ですけどね、はいはいはい、でまた、8月の運気っていうのをちょっと見てみました、はい、でまずやっぱりその今の一連の流れから言ってね、そういうその殺傷事件であるとか、猟奇的な事件であるとか、それはどうなんだっていうところなんですけれども、模倣犯みたいなね、真似るようなやつ、なんかこれ言葉は悪いんですけど、その流行るとね、はい、真似するやつって出てくるわけですよ、はいはいはい、でそういうのが出そうなんだけども、おそらくギリギリ未遂ぐらいのところで止められるというようなことが起こるだろうっていうのが一つあるんですよ。だからまあ起こらないに越したことはないんだけど、まあ、不幸中の幸いみたいな感じでですね、あまり大事には至らないという件がありそうだと。ほう、うん、であとそれ以外はですね、はい、もう、6、7、8と来ていたこの一連の流れは一通り収束すると思いますので、まあ、その後はそんなにないと思うんですけども、ただそれよりもね、なんか諸外国問題の方が国内問題よりもですね、なんかやっぱり、中国とか韓国とかですね、こう東アジア圏ちょっと危なっかしいなっていう系の方が心配なんですよね。だからまたね、日本海側とかね、やっぱり海に関する問題とかっていうのが、出てきそうで、だからあんまりあっちの方ね、旅行とかどうなのかなって思っちゃいますけどもね。なるほど。あと僕ね、ちょっと一つ気になるのが、はい、やっぱり最近ちょっと地震が多いなっていうのが、ああそうですね、なんかあって来てますね。ちょっとそれもなんかちょっと怖いなとか思うんですけど、ちょっとね、大きめの地震がね、ちょっとなん、まあそうですよ ね、 ね、確かにここのとこ東京近郊揺れてますもん ね、 ね、その自然災害的なのは、はい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 、うん、でね、自然災害的にはまあ、割とこの頃ほら九州であったりとかね、はい、からまあ今回は関東近郊の方でポツポツと起こってるんですけども、うん、そんなに、大被害っていうのはないと思うんだけど、うん、今度また全然飛んだところで来そうだなって気がしますので、今ほら関東、長谷川さんのは関東の心配でしょ。そうそうなんですよね。でも関東じゃないと思います今度、あらちょっと怖いですね。で関東じゃなきゃいいのかっていうとそういう問題じゃないんだけれども、まあ用事するに越したことはないですから、ただこの間みたいな大被害というところまでは8月中はないと思ってますので、とりあえずまあどこへ行っても、水と安全の確保、そうですね、そう本当ね、水と火は大事ですよ、ね、常備してというか、そう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 、あとやっぱ脚力ないと、脚力、うん、いろんなことあった時ってやっぱね、歩けないとね、致命傷なんですよ。ああなるほどね、移動、うん、だから靴もね、履いてるファッションで履いてる靴はともかくとして、やっぱり非常時用にはスニーカーとか持って歩かないと長く歩けるような靴とかね。だからね、僕聞いたらその枕元に靴を置いておくのがいいって、その災害が起こった時にガラス割れたりだとかっていうので、そこにね、靴があるところまでたどり着くのがあればすぐ靴履けるようにみたいなのも聞いたことあるんでね。確かに、そうだと思います。足はね、本当に、大変なんですよ。移動ね。移動で、軍隊なんかでもあれですが、足打たれたやつは、はい、やっぱ最終的には置き去りにせざるを得ないんですよね。なるほどなるほど。要するにもう一人の人間がそいつを背負ったらとても機動力落ちるわけだから、はい、上は全部健康体であったとしても足が使い物にならなくなったら戦場では全く役に立たないっていうのが大原則ですから、別
に戦場の話じゃないんだけどもねまあまあでも歩くというそういう意味で、うん、はい、靴を常備しておきましょう。はい、はい、ということでございます。ありがとうございました。また明日見てください。はい。